というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。この間ね、はい、大変なところを見ちゃった。大変なところ、大変なところを目撃しました。それがどんなことか、これどういうことかお聞きして、まあ、僕はあの最近ね、はい、ドラクエを一生懸命やったんですよ、夜の時間帯にね、はい、でもなくだったから、うん、だからね、うん、まあ T 字、まあ路地道なんですけども、路地道、まあ大通りから一本入った道ですね、はい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 、僕はまあちょうど T 字のこの T のここにいるんです。T のもう T のこのつなぎ部分、そうそうそう、はい、ここの部分、そしたら僕の後ろからタクシーが来ました。お、まず来た。で僕の前の方に、うん、まあ一番左端にね、うん、停車したんですよ。はいはいはい、うん、でそのままずっとハザードついてるんです、ね、うん、間違いない。僕はまあまあ僕やってますよ、うん、そしたら男が一人降りてきたんです。タクシーから、タクシーから、ね、それはあのお客さんです。お客さんです、はいはいはい、後ろから降りてきて、はい、テク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 僕の前に来る、うん、で T 字路のこの右に入っていくんですね。こういうことですか、うん、はいはいはい、まあだからここまで見てると、まあ普通に降りて降車して、まあ、そうそうそう、でもまだタクシーは行かないんです。ずっとハザード止まってる、うん、もうなんだろうな、真ん中道を歩いて、まあ、ゆっくり歩いてます。男の人歩いてる、そしたら、うん、女の子がもう一人降りてきた、そのタクシーから、うん、ほんで携帯を持ちながら、あれどこ行ったのぐらいのちょっと小走りで、ああ、じゃあ もう曲がっちゃってるからね、この男はね。そうですね、今あれってなって、うん、はい、で曲がったところで見て、あ、いたいたってこう降りてくる、はいはい、うん、あ、これはだからまあ女の子が支払いをしてたんだ、うん、だと思う、思いますよ、うん、僕もそう。でここので立ち話ですね、この真ん中でね、女性と男性、はいはいはい、そこは何を言ってるかまでは分からない、まあ、何か話してた、うん、でもまだハザードついてる、タクシー、あ、タクシーが、うん、ほう、何やってると思ったら、もう一人女の子降りてきたもう無限に降りてくるんだな、3人乗ってたんです。ほんでまた「てってってってどこどこどこ」って言いながら「ああいたいたいた」とここに入る、はい、3人組なんで3人でここで止まって喋ってる、まあ、わちゃわちゃやってる、うん、タクシーまだ行かない、まだ行かない。ほんでそのまま3人は向こうに歩いていくんです、ね、じゃあタクシー逆側だ、もう向こう行っちゃう。ほんでもうタクシー行かない、はあ、もう何やってんだろう。で僕はまあこの近辺をぐるーっと回る、はい、うん、で、まあ、この男たちはもう本当に全然もうどっか行っちゃってるわけで、そうですね、タクシーって全然違う、ほんで僕もその後ろ姿は見ました、はい、でまた戻るとタクシーまだ近々してんの、もう何だろうね、僕前に行こうとした時にドライバーが出てきたんですね、運転手、はい、女の子だったんです、ドライバーが、うん、はい、でキョロ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 してる、僕そこでピンと来た、はあ、あの3人じゃねえの、はい、まだ料金もらってないんですよ、はあ、もう行っちゃったよあれ、逃げられてるよ、はあ、って言いながら諦めて乗って帰ります。これすげえなと思って、堂々と、堂々とというか、なんだろうね、最初に男が降りてくる、お前ちょっと頼むわみたいな感じなのか、でも2人目の降り方、あれどこ行ったのなんですよ。これ3人も降りてくるでしょ。これまず思ったのは、3人降ろしちゃいかんよ。いや、そうですね、まあ、これベテラン運転手であれば1人確保しときますよ。それはもう担保というか、そう、逃げられたら困るもの、多分だけど、はい、なんかちょっとじゃあコミュニティお金下ろしてきますみたいな流れだったのか、最終確信犯なのかも最初から決めて、はい、まあ、一体どこから乗ってきてどのぐらいの料金か知りませんよ、わからないけれども、はい、だけど最初から考えてたことなのか、男がもうなんかいいよ下ろしてくるよっつっても一向に戻ってこねえみたいな感じで、うんうんうん、なって3人でここで蹴った気もいい、行っちゃおうぜこのままっつって行っちゃったのか、はい、全然そこは分かんないですよ。まあね、細かい部分は分かんないけど、でもドライバーが、まあ、ちょっと若めのお姉ちゃんですよ、つってもまあ30ぐらいは言ってると思いますけど、はい、まあ、でも、まあ普通のドライバーで比べると若い女の子だった、はい、ちょっと甘えなと僕は僕もすぐ分かったんです、キョロキョロした瞬間に、はい、あ、そういうことかと、もう逃げられたんだと、ああもう行っちゃったよって僕言ったんですよ、だからって言いながら諦めて乗っていきました。いやーでも金曜日の夜だったからね、稼ぎ時ですよ、そうですね、ここね、それだってもういろいろマイナスよ、うん、そうだから止まってるわけにはいかない、ね、まあでもほら結局ね、こういうのってどうなんのかなって、自分の自腹で埋めるのか、もしくはこのドライブレコーダー、まあ会社が訴えるのか、まあ、そこまではわからないですけども、まあただ3人いてこれひでえなと、ね、この感覚が、でこの男はまあちょっとね、あのチャラポラな感じだったんだけど、2人の女の子は意外と普通なんですよ。なるほど、バカっぽくないの、はいはいはい、行っちゃいいよっていう流れで行っちゃってるって、そそのかされたのか、そう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 、だし3人に1人ぐらい銭はあるだろうというねまあね、どのくらいか分かんないけど、いや、そう分かんないけど、払えないことはね、まあ、うん、まあまあ、うん、それな遠くから乗ってきてるわけじゃないでしょう、おそらくね、そう思いますけど、うん、あ、そう、まあ、こんなのね、意外と生々しく見ちゃって、犯罪の生現場よ、いや犯罪ですよ、それ本当に、本当にね、うん、だからこれ本当にこのままドライバーがあの無賃乗車っつって交番駆け込む、まあ行ったかもしれないですよ、わかんないです、この後この車がどこに行ったかね、はい、うん、交番に行ったかもしれないし、
わかんないけど、まあ力技でしたねこれね。ギリギリ力技ですよ。これやろうと思えばできますよ。いや、よくそれはね、お金ないんでマンションまでっつって万枚行って家にお金取り行くこといますよ。でもこれも信用するしかないね。もうでも家が割れてるからね。そうですね。もうだからさ、待っとくなりだねできるけど。そう。あとコンビニで下ろしますもありますよ。だけどこれ全然関係ない暗い路地道です。まあそこも信用するのもね。そう。ちょっと甘い。だから女の子のまだちょっとキャリアの浅さがね。じゃあこうやってタクシー運転手成長していくんですかね。多分ね。3人下ろしちゃいかんこれ。まあでも本当に良くないですから、うん、これに関してはね。まあそんなところを。ああよく見ましたねそんなんね、うん。たまたまね。いやー新宿こ、ね、動画撮っときゃいかんですけど、ね。それもうツイッターだけだね、うん、バーン行きますよ。そう。ぜひ捕まってほしいその方たちは、うん。はい。まだそのキャラで行くの？まあこれに関してはちょっと聞きにくいんだね。これに関しては一回もう無視しておいてください。僕編集しながらいろいろ考えてる。若干大友が入ってんじゃないか。青い顔。そう入ってないの大友。大友聞いたけどさっき。大友聞いたけど武士を聞いたけど、ね。武士聞いたから本当に。まあでも本当昔のアーティストっていうのはね癖があっていいですよ。いい癖があるでしょ。いろんな方も、ね、今YouTube で拝見させてもらいましたけども、うん、やっぱ一回聞いたら、うん、あ聞いたことあるとか。そうこの人だって分かるから、まあ、顔にキャラクターにしても何でもそれはもう癖がなさすぎるというか、はいはい、ね、まあ、なんかまあ本当特徴がないから、でもこれはもう現代人がもうみんな癖をなくそうなくそうとして生きてるんじゃないですか、うん、だからもうなんか今後なんか顔に落書きしとくとかさ、うん、なんかした方がいいかも、メイクをしとくとかね、いろんなね、いるよ確か眉毛太くしてみたいな、そう何かしらドラクエのキャラクターにしとくとかさ、なんかそのぐらいした方がね受けがいいのかなとかも思っちゃうでまあ昨日ね、うん、デスピの協力戦の話をしました。あそうですね。といってもやっぱり何といっても勇者が、はい、2人目の勇者が来ました、ね、はいはい、フォーの勇者です。それ名前がソロと。そう僕は知らんとそんなことまあ知ってるんですけど、僕はフォーをリアルタイムでやってますけども、はい、これが勇者ソロっていうのは全然知らなかったですからどこ情報なの？耳のあるあれだよねっていうね、天空のね、兜がね、これね、ちょっと耳があるように見えるわけですよ。見える見える、確かにあれは、ね、あんなイメージしかない、ちょっと緑っぽいやつだよね、はいはい、うん、まあ、子供ながらにはこんな感じでしたよ、うん、もうソロって言うんだっていうぐらいね、はい、ってことはじゃあファイブのターバンした子も名前があるのかなとか思っちゃいますけどきっとあるんじゃないかと思うけどね、まあね、ロトはいいけども、うん、まあ、でも大体ロトを顔で出していかんの本当はロトっていうのは伝説で噂が流れてきてるだけだから、まあ、本来ロトっていうキャラを出していけないの、ね、本当はね、まあ、そうもいいですよどうでも、はい、まあ、今回ソロっていうメーカーの名前があるって来ましたけど、はい、で僕は宣言してました、うん、300連無課金するという宣言をして、はい、それ以上引かねえと、はい、うん、まあさすがに300連では1とすがいいところですねいつも通りのそう、はい、いつも通りの、ね、うん、ほんで、まあ、最終ですけど、うん、ね、670プラスチケット20ですね。670円チケット20、ほう、だからまあ690円、はい、ここでやっと完凸です。ああ、でその道中ですけど、はい、まあ S 出た。お、なるほど、 S 出まして、はい、だけど、まあ、僕は言いましたね、もう確定枠しか抽選されてねえんで、まあそれははい、先週最終37分の2です。37分の2、これ6分の1でしょ、まあ、言って、なんなら確定枠も入ってますよ、4分の1も、ね、はい、そうですね、はい、だから6分の1よりちょっと良くなるわけですよ全体でも。でも37の2ですよ、はい、それはおかしいのでは。これプロ野球だったらもう特に2軍落ちですよまあまりにも打率悪いよ、2軍落ちです、それは悪い、ね、もうこれは本当にやっぱやられてるな。なるほど、うん、でまあこのガチャはね、まあ本当だからもうマーニャから考えて、はい、ミネや、うん、勇者ともう三立て食らってますよ僕は。はいはい、そうです、締められすぎなの蛇口を、しばらく言ってたそれは、やりすぎまあだから今回ぐらいはねちょっとね、はい、周年だし、まあ、ちょっと300連ぐらいで完凸いけたらいいなぐらいは思ってましたけど、多少ね、それは思っちゃうよ、まあ、ね、最初70連目ぐらいで天井前に行ったりだ、うん、でもそこから天井まで行っちゃったら、うん、あ、いつも同じだなって思いました。なるほどね、はいはい、で最終完凸じゃないんですよ、はい、4凸なんです。そう670、まあスタンプで言うと670のことですね、はいはいはい、だから7枚目ですよ、はい、もうね、まあ、そこでもう僕は強引にかけらを使いました。67しかないかけらを100にしましたマサメダル使って、いや本当に、はいはい、まあ、それぐらいもう無理だなと、これはまた行っちゃうぞっていう、ね、まあ、そういうことですよね、うん、たった一体がね聞けねえと、まあ、そんなになりました。やっぱり本当ねやられてんなっていうのは相変わらずなんだけども、まあやっぱ気になるのはね、はい、ツイートですよ。ツイート、うん、まあよく言ってたのが、うん、ガチャ、新しい新ガチャが出た当日はミュートにするってやつでましたけど、うん、みんなの神引き報告を見たくないみたいな、まあ、そんなのもありました。心には来るから、はい、うん、でも僕ね、はい、まあいいですよそこら辺は100歩譲って、うん、ただ思うのは、はい、まあ税の連中の
無駄なツイートが多い。無駄とか言っちゃダメなんだってよ。本当にまず見たのが40連チケット爆死、はい、爆死じゃねえんだよ。なんで40連チケット使って爆死してるわけでしょ。ただでしょ。ただよ。痛くも痒くもない。まあ金は使って、ね、貯めてたものを使っただけでしょ、はい、ねえ、そんなのどうでもよくないですか。まあそのね、普通に考えたらそうですけど、うん、ね、翼くん、あの子供の頃ベルマーク集めてそれを出したから損した気持ちになりますか。思ったことはないですよ。ないでしょ。あれ別に ね僕たち子供が何か思ったことはないですし、ないですね。不随のもんだから。なんで爆死なんだってね。せめて100でしょこれ。あの爆死と言うならば爆死じゃねえんだよ。40なんて出ねえ方が確率高いから、はい、そうね。それに関しては確かにそうですね。これ37分の2の虹じゃないんですよ。まあもう比べるのは確かにそうですよ。何を言ってるの、はいはい、あとね、うん、まあ無料チケット何十連したけど、うん、すり抜けたみたいなね。ああ37の2がすり抜けなんだよ。そこまでしてからじゃないと。5、6回抜けたところで、はい、なんてことね。確率通りでほとんど。それぐらい別に大したことねえと。なんなんだこいつらは。それはもう別に。僕は本当にね、課金者の300連完凍しました、200連完凍しました、まだいいですよ。はい、おめでとう。もうね、100以上してねえやつはツイートすんだっつ話。まあこれはあくまでまあ排課金でしか、まあまだいいのは意見だけどね、うん、普段いらねえけど、ああ無償10連で1点引けた、まだいい、こっちの方が。あ、なるほどね、引いたんだから、うん、あ、これすごい引きだったねぐらいにはなりますよ。一周回って、そこはもう別に、まあ、僕らの領域の中に10連で1点引けましたって来たところで、はい、あのデコピンで終わりますけども、うんうん、でもね、その 4、50連無料チケットで爆死した、 S 何枚引いたのにすり抜けた、こんなツイートはいらねえっちゅう話。どういう感覚で言ってんのかって。だってこいつらだって見えてるわけでしょ、みんな配下金たちが、まあ、300連、400連、500連だ言ってんのが分かってますよね。まあおそらくミュートとかしない限りは。これが爆死じゃんだって。まあ確かにね、600連で。なんでこれを見た状態で、はい、こいつらはそういうことがのたまわれるのかと。あ、別にその強大な世界じゃなくて自分の世界の話だからじゃないですか。だけどこれはみんなに向けて言ってるわけじゃないですか。画像まで載っけたりしてんだからね、まあ、見てほしいわけでしょ。まあ、バカなのこいつらは。いや確かにそうなっちゃうけれども、言ってましたよ、くなんですか、耳にした声ですけど、もうこういう連中はちょっとね、 あの慎めと、言葉を慎め、ハジーが言ってました。ハジー言っちゃった。ハジーは言いますよ。あ、そう、ハジーは言いますよ。僕はそんなこと知らないんだけど。そう、自分じゃ言わないけど、だいたいそれを言って僕に言わせるように仕向けてきやがるから。ハジー、これが嘘か本当かわからないけれど、そう、そんなこと言ってるんですか。みんなね、有料気取ってる、あの、何、配信者なんてみんなそんなもんです。配信ね、あ、ユンさんもマシリもみんなそんなもんです。なんかものすごい、これ言いました。クイシに対してマシリはチって言ったって言いました。そんなもんですよ、裏の顔なんていうのはね。まあ、まあ、それは嘘か本当かわからないけれども、代表で代弁してあげてるだけだから。本人は思ってないですか。だから僕らの中 の過去の動画見て、僕がまあのたまってる、まあディスられますけど、半分くらい僕じゃない可能性もあるからね、これ。まあ可能性もね、実はハジーの代弁をしてるかもしれない。わからなくはなるけれどもね。一本もしかしたらワンチャンおでんくんの可能性もあるからね。もうすごいところから、まあ、おでんくん堂々と言ってるからね。そうだから、だとしたら、うん、あのスタッフさんに言わせる気にはないけどね、やっぱ思いますよ、はい、そうやって。あ、そう、うん、例えばじゃあみんなね、うん、まあ、翼くんバイトでも何でもいいけど、うん、まあ、4、5人のグループで休憩室で休憩してました、うんうんうん、まあ、1人がポケットから、うん、あのビトンの財布を出しました。あ、ビトンの財布、ね、もう1人は自然なのリオールの財布を出しました。もう1人グッチの財布を出しました。そこで翼くんマジックテープの財布出します。で、それを最近これ買ったんですよ、いいでしょうって言います。これと同じなんだよ、40連で爆死で言ってるやつらは。それはあの、ちなみにネタとかではなくて本気でこれに対していいでしょって言ってるという。そうそうそう、ですよ、ね、こういう感覚なんですよ。まあ、恥じってことが分かってない。分かる、これ一番分かりやすいんじゃない。いや、まあそうですね、もし仮にそういう現場なのであれば、ヴィトンないしディオールとかの価値を分かってない可能性も、うん、まあいいですよ、まあ、女子の塊の中でブランドのバッグをみんな掲げて、その中で昨日これユニクロ3000で売ってたのって言います。いや言わないけど、ユニクロ3000でこんなのいいの買っちゃったって言います。言わないけれど、うん、でもそれは無料チケットのやつらはこういう連中なんだ。でも今の聞いて、あ、幸せそうだなと思ったよ。40連爆死とかのたまってんだからね。銭をゼロです、ゼロ、うんうんうん、ね、でもそこで前に言いましたよ、はい、地下の食料品売り場 で、ね、試食してマジ言ってるのと一緒なんだよ、ね、こいつらは文句も言う、はいはい、やったら文句も言う、文句言う。今回のデスピザの協力戦こんなんじゃねえんだよね、手不上とか言いますよ、下手したら。知らんよ、それは。ね。まあ、コンテンツ、あれは別に無料で遊べるんだから。今度は楽しませてくれるのかなとか、どういうイベントなのかな。やっとる気にしてやがる。銭使ってねえくせに。まあいいじゃん、それは。
そこまでだから本当にまあなんか、まあ、でも例えると分かりやすいでしょ、まあ、こういう連中なんだ、まあ、まあね、そういう状況で果たして言うのかどうかって、ね、マジックテープとかもう絶対に隠すでしょ逆に、まあ、ポケットから半分出てたらもう押し込んで隠すでしょ、うん、お札だけを出すのっていうぐらい、どんな財布なんて悪気なく聞かれちゃったら、あ俺今日現金何万むき出しなんだよ、ね、ぐらいポケットにいるタイプかもなとか言う、決して財布見せられないでしょ、うん、だから そういうことで300連貫突しました、ね、500連爆死しましたって中で40連で S 引けなかった、 S 何枚引いたのに出なかったってやつはこいつらでも例えば今はその4人グループだとして、うん、同じグループで喋ってたじゃないですか、うん、隣の席がそういうグループ、うん、で自分たちはマジックテープグループだったら、うん、マジックテープの話をするんじゃないですか、しねえなもうだってそういう世界観が分かってたから、いやでもその隣の話を聞いてない可能性があるじゃん、聞こえれば来るけど、でも大きな枠の中にいるんで、これは大部屋なんですよ、大部屋、簡単に言うとツイッターなんて大部屋にいるんですよ、なるほどね、みんな同じ、ね、だから端の方で言ってるわけで、排ガキン社が、まあ、ディオール、うん、そこで一生懸命マジックテープの財布を開けてビリビリで中に千円札が2枚ぐらいしか入ってねえやつがで一生懸命小銭を探してる、たまにそういうやつコンビニで見かけるんですよ、あの財布の中から僕は小銭を探してるやつらってクソだと思ってるんですね、ちょっと待って、そのあのすごいよ平均が、男は小銭はポケットしまえって感じか、小銭入れ、あの財布の、ね、一生懸命財布の中からほじくって、僕はほら小銭不詳でしょ、まあまあわかる、本当に小銭じゃないじゃん、小銭使わねえんですよ、こうポケットだけ、ね、小銭だけで 4,5 銭いっちゃうポケットなんで、これはそうなんだけれども、だけど一生懸命10円探してるやつとかいるでしょ、うんうんうん、ぴったり払おうと思って、はいはい、でその時に札が見えるんだけど2000円くらいしか入ってないやつが堂々と見せちゃってバカじゃねえの、隠せそこチブなんだからと、これフルチになってるのと一緒なんですよ、恥ずかしくて、でもそれは本当にそんなこと思ってないのよ、札が数枚入ってないと最低限見せちゃいけない、いやああいう中思ってないから、僕はそうやって思うのね、まあ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 、まあ、あなたはそういうふうに思うんだなっていう、こういうの本当に何ともないんだろうなと、いや絶対に何とも思ってないと思うよ、それはなんでこうやって堂々と40連で爆死しましたとか、はい、無料チケットで無料って自分で黙ってんだったらね、だったらここ持った方がいいんじゃないのと僕思う、何バカ正直に言ってんのかなとちょっと実は優勝使いましたみたいな、そうだから100連とか言っときゃいいの、なんでわざわざ無料40連ってバカ正直に言ってんのかなと、多分本当にそんなの人柄の見え方とか気にしてないと思うんですよ、気にしてない、うん、だからこいつら多分ね鼻毛出てても気にしないですよ分からんけれども全然気にしない、鼻毛もっさもっさ出てるのに全然気にしないで、偏見だけれどさね、君いやちょっとあの直した方がいいよ、その服ちょっと襟曲がってるよとか鼻毛ボーボーで言ってる、こいつらは多分分からんよ、いやこういう気にしたと思う、それは知らないけれども、はい、なーやってらんねだからもう恥は言ってました、口を慎みなさいと慎めと慎めと、これは恥が言ってたから、これでもそのもう言ってる側からしたらそんなこと言われる筋合いねえという、そうだからね結局一周回ってなんだこいつって思われてる、うん、だから気遣いが足んないんですよ、デリカシーのかけらもないだから鼻毛も出ますよそりゃね、こいつらデリカシーがない、そうなの、本当にそう思う、だから僕は本当にねハマってても髪引きした、はい、うん、あのツイート見てもああいいなーって逆に羨ましいなーですよ、もしくは先にそれ見てもああ俺もそういう風に弾けるかもなーって、うんうん、40連爆死とかでもその時点でテンション下がる、何言ってんのこいつって、もうそこ突っ込みどころ満載だからね、そうか、僕は前から言ってましたよ、いやまあまあまあ、まあ、聞いてはいましたよ、ただなんかねそんなにボルテージ溜まってるもんだと思わなかったから、うん、まあせめてね1年ぐらいずっとポイント貯めてまとめてごっそり取り替えて100連ぐらいしてこれ爆死っつうならギリね1回ぐらい言わしてやりますよ、まあ、それ1年というものに対して、でもたまたまイベントからイベントの間で無償チケットが20枚ぐらいになったからそれをやって爆死とかバカじゃねえか頭いくるってつくから本当にまあ付き合えないこんな奴らとは無理ですね、いやまあ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 ね、それもお互いにやっぱあの寄り添えないというか本当に合わないというのはあるんだろうなっていうのが、ね、でも結局いろんなグループに入り込んでしょこういう奴らって、ね、いやまあ別に入り込むというかさ、うん、それもどっちも思わないでいるわけだから、なんつうんだろう、比べないんですよ自分をね、まあまあまあないと思うよ、もう本当にだと本当にそこの同じグループにいる、まあ、ハイガキンの人がどう思ってるかって、うん、言わないか思ってないかの二択なわけじゃないですか、うん、そこに言って僕だったら、僕がそっちの立場だったらもう近寄らないですからねやっぱスタッフさんならでしょ本当に絶対近寄らないでもスタッフさんみたいなそういう人の方が少ないと思うんですよ課金帯とか、まあ、ゲームがつまんねえ面白くねえつってんのもどっちかっつったら無課金や税が多いんですよ本当にもうハイガキンって達観してっからでも、ね、まあねこんなもんだやっぱりねやっぱりエイミングだよねぐらい言っちゃってますよドラグネさんなんても言ってます会社名社名出してるからもうすでにそうですね、まあ、それツイッター見てると思いますよ、もうマックス超えてるんですよこれ、もう社名出し始めたらもう末期ですこれもうこれ以上ないとこない僕はまだ運営っつってそうですねドラグネさんも社名言ってっからねそうですねこれは僕の情報感ですよ批判としてます実は僕よりもいら立ちは溜まってるとドラグネさんが、ね、ドラグネさんが、はい
どんどん肺活菌が巻き込まれていく。そうそうそう。そんなこと思ってない人もいる。まあまあ、僕まだ代弁してあげてるの、ここね。このチャンネルってそういうところだ。勝手に代弁かもよ。まあ、これが670を回しました。まあ、無料チケット入れて690ですよ。はい。これね、無料チケット3、40連回してても、まあ、なんならそこ、はしょって言ってますからね。まあ、そのぐらいなんですよ。はしょられてる部分、何十連に入れてねえときあるからね。そうですね。それ足したら800連とかなってても入れねえから。もうなんか自分が金出したところだけにって言ってることは、そもそも動画すら出さないんだから、まあ、これはおかしいよ、ね、出そう言いました。これあの、うん、本当僕はチケットね、あのスキップばっかなんですよ、うん、まあまあ、あのそのガチャやった時に、ね、間違っても無料チケットで引いて出ろとか言ってないですからね。まあまあ言ってるとか見たことないけれど、うん、それは感覚が違う。せめて無料チケットのやつらはスキップだろうなっての聞きたいですよね。間違っても一枚一枚念入りに見てね、銀世界まで開きやがるから、こいつらは。いや知らん、銀世界も一枚一枚タップしやがる。それに関しては僕は何も言えない。こういうやつら無理。あのすごくこうね、あの長々と言ってきて、うん、私はこういう人たちが無理ですっていう主張なんです、うん、結果的にはそういうこと。ガチャなんかどうでもいい。もうこういうやつらがやっぱりなんつうのかな、少しデリカシーというものを持たない、デリカシーがないっていうのかな、なんていうのかな、デリカシーを持つっていうの、なんていうのかな、まあ、難しいんだけど、まあまあまあ、デリカシーのかけらもない、ないからそういうこと。このツイートにとってあのチッと思うやつらがたくさんいるんだよっていうのが何も分かってない、えばっちゃって40連爆死って言ってた。まあまあまあ、そうです。なんだ四十って、四十じゃねえんだ、100からだろ、爆死は最低限100から。まあ確かにこう実際思う人がいるっていうのは事実ですから。確かにね、こいつら多分ベルマークせっかく貯めたのに出すの嫌だよーっつって言うてない。それは違う、それ出すために貯めたんだよ。それは違うと思う、ね、まあ確かにね、ガチャ引くために貯めてるわけ、貯めたもんだから。それが何もなくて何もなかった。ベルマークまで集めたものを大事にしようとしやがる。何をやってんだ。なことないと思うけどね、僕は。この動画で言いたいのは、はい、まあ、美課金無課金ですね、はい、この税という枠の中に入る人たちは、はい、うん、ちょっとそういうね、無料チケットのツイートは少し慎みなさいよと、はい、ハジーが言ってくれって言うから今この動画を1本作りましたらしいです。倍始めるよぐらいなもんですよ。倍始めるよさんなんですね。もう悪いからね、この男本当に。いや僕はほらさ、そんなにあの交流ないから、うん、始めるよさんのこと知らないけれども、うん、最近ほら動画やんねえからさ、だからいろいろ言ってるの、無料やるとまたね、いい人ぶっちゃってね。え、そうなの。だから今回は僕に対してじゃなくて、これの文句があったら恥じて言ってくれてくださいと。まあ、そういうことです。わかりました。ね、まあ、あれば恥じみりょうさんに、うん、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ。な、な。チャンネル登録してくれよ。な、な。